百貨店が人気があった時代がありますが、今、百貨店には家具売り場とか、あ百貨店ではなくなってるわけですね。それはカテゴリーキラーといって、例えば靴だったら靴の専門店、それもスポーツシューズだったらスポーツシューズだけのお店があるわけですね。印印刷刷物もも同じなんででですすね何でもできるっていいう印刷会社がいますけど、えー、ほぼ、えー 商品によっては外注を使うわけですね例えば私たちの仲間に、えー、伝票専門の5人の会社がいます。でもそのサイトを見るともう商売が例えば歯医者さんだったらこんな伝票がいりますねお医者さんあの花屋さんだったらこんなのがいりますねっていうのがもう出来上がった伝票のテンプレートのサンプルがもうたくさん出てきます。 ですからそこに社名を入れるだけもしくはキャラクターを入れるだけで伝票は頼めちゃうわけですね。この会社は5人の地方の印刷会社なんですね。営業はゼロです。でも伝票を自分のところで営業して自分のところで作業してお客さんのところに納品するのは大変なコストがかかるわけですね。特に今非接触型営業といって お客様がに訪問するのも、はばかれる時代が来ました。ですから、例えば偽造防止の印刷だったら、こことことここがあるよとかね、えー、例えば DM だったら、ここがコストダウンの方法もあるし、今のスマート DM といって、DM からソーシャルメディアにましてや買い物できて、決済までできるようなことを提供する会社があってもいいわけです。私たちは今、全国100社の 印刷会社とネットワークしてますから、それぞれの会社のあ得意なユニークセリングプロポジション、USB の商品があ100社で、えー、多分今、180品目ぐらい、えー、ここにあります、えー。それをネットで調べると出てくるんですが、複数の会社が出てきます、えー。信頼できるのか、ただ取り売りするだけの会社なのか、よく分かりません。でも このスマート印刷館のグループに入れば、えー、信頼できる100社の160品目ぐらいの商品が直接、えー、受発注ができるような仕組みをメディアフロンティアは用意しております。ぜひ、あなたの会社の特別な商品もぜひ、ここにエントリーしていただければ幸いです。